前方方向をご覧いただきますと、三角の形をいたしました島、高鉾島と申します。この島は江戸時代に台場と呼ばれます軍事要塞が築かれた場所の一つでございます。別名をバベンバーグ、バテレンの島と呼ばれておりまして、隠れキリシタンの方を処刑したという伝説も残っている島でございます。本線の右手側、たくさんの民家が建てられている島が見えております。神の島と申します。もともと隠れキリシタンの方が住んでいた島で、当時は佐賀藩が治めておりました。しかしこちらの佐賀藩、あまりキリシタン弾圧に力を入れておらず、弾圧を逃れた隠れキリシタンの方々が自然とこの神の島へ移り住むようになったと言われております。今度は本線の左手側、大きな古城見えてまいります。本線の左手側、この古城、三菱長崎造船所高柳造船工場でございます。通称100万トンドックと申します。この工場は1972年に操業開始され、建設当初に世界最大級の規模を誇っております。高柳造船工場ドック内部、オレンジと白に塗り分けられております三菱のマークが入った大きな門型のクレーン3台設置されております。この3台大きな門型のクレーン設置されております真下の造船ドックを三菱の100万トンドックと申します。ドック長さ990メーター、ドック幅100メーターございます。ドック長さ990メーターにつきましては世界最短となっております。現在この高柳造船工場では LNG 運搬船や海底資源探査船といった船の建造が行われております。これより本線先を航行いたしますと硫黄島町見えてまいります。